お疲れ様、チームのチェイス。ブラックです。今回の動画は、強化&隠れ強化された選手ですね。11名紹介したいと思います。まあ、約、2025が来て1週間、まあ、2週間ぐらい経ってきて、まあ、おもちゃが実際にね、指輪のオンライン戦で、まあ、使ってきてね、まあ、この選手ちょっと強いなとか、あとは、やっぱり対戦相手にいて、こいつめちゃめちゃ強いなみたいな選手がようやく結構揃ってきたんで、今回ね、ちょっと11名紹介できればなというふうに思います。ということで、まず1人目こちら、ファンダイクということで、まあ、ファンダイクが隠れ強化というよりかは、もうすでに多分みんな結構ご存知の方多いのかなっていうので、まあしっかり強化されてる選手なのかなって感じはしますね。まあ今のね、ディビュー1のオンライン戦やっていてもかなりセンターバックで使ってる方見ますし、実際に俺が今現時点で対戦相手にいて嫌なセンターバックは圧倒的にナンバーワンがやっぱファンダイクです。空中戦強いし、 AI の反応いいし、カバーリングいいし、足速い、フィジカル勝ちもしてくる、で足も伸びてくる、今の環境においてかなり強い。それこそ本当にだからハーランドとかそういう大きい選手、フィジカルがあるセンターフォワードの選手に対してもしっかり当たり負けしないで守ってくれるっていうのがあるから、まあ本当に俺の評価で言えば富安とかアラオコと並ぶぐらいの、まあ、評価をしてもいいんじゃないかなっていうぐらい、やっぱ今作においてかなり重要な選手になる。前作からだいぶ強化されたっていうか、まあ評価が変わったって感じ、ね、そうだね。はい、続いて2人目はこちら、バレテッド・ロナウドということで、まあこちらはね、隠れ強化でいいんじゃないかなっていう、やっぱりあんま使ってる人いない、うん、オンライン戦やってきてもこのバレテッド・ロナウドは見ないかな。フィジカルジャンプ、ヘディングっていうところが、まあ、めちゃめちゃ高いのと、今作まあそれなりにクロスも入るで、しかもバレットヘッドの威力が強いっていうのがあるから、バレットヘッドの理不尽なヘディングシュートっていうのは試合をしていても結構感じるかな。今作の代表的な能力、まあ、フィジカルがあってボディパワーが低い選手っていうのが割とね、やっぱりセンターフォワードの選手に評価されてると思うんですけど、ロナウドの場合ってフィジカルが88でボディパワー72なんだけど、しっかりやっぱり足元も全くないわけじゃないんで、結構細かい動きができる。フィジカルが高くてボディパワーが低い選手の中で一番ボールは持ちやすい選手になってね、めちゃくちゃ環境に合ってる選手なのかなって感じがします、ね、はい。そして3人目はこちら、ハーランドということで、まあこれはもう隠れてないと思います。本当強化された選手ということでね、まあ、使ってる方も今めちゃくちゃ多いんですけど、ハーランドってボディバラはないし、足元数値は低いから、足元入った時の怖さっていうのは正直そんなにないんですけど、裏にこう抜け出してきた時にこのスピードとフィジカルがやっぱり重なると、加速力もあるし体もあるから競り合い負けないってところで、やっぱりピタッとこう腕で押さえつけてニアに強烈なシュート打てるっていうのがあるから、決定力とキック力も高いから、ちょっと遠めの位置からインパクトシュートとかもやっぱ刺さってくるんで、この選手は2025のセンターフォワードの顔にもなるんじゃないかなっていうぐらいしっかり強化されてるなって感じはします。ちょっと大味だけど、それが逆に怖いという。めっちゃ怖いっすね今。はい、そして4人目こちら、ルカクということで、まあルカクに関しては隠れ強化でいいんじゃないかなと思います。そんなに使ってる人いない、まあ、そんなにやっぱりいないかな。でまあハーランドとか、まあ、結構注目されがちだと思うんですけど、いやルカクも強いよっていうところって、まあ、ハーランドと同じような感じだよね。フィジカルがあってっていうところで、まあ、ハーランドよりスピードっていうところはないんですけど、ルカクはやっぱり体がまずね重たいんですよ。94キロあるんですよね。ルカクもゴリゴリフィジカルがあってスピードがある選手がいいんですけど、ルカクの場合ってスピードがやっぱり80超えてくるっていうのがあるから、ハーランドみたいにやっぱり裏に合わせて相手のディフェンダーを押さえつけて、やっぱ強烈なシュートを打っていけるっていうのがあるから、この選手も、まあ、ハーランドよりは強いとは言わないんだけど、でも今作間違いなく強化された選手のうちの一人だから、今の仕様に合ってるんで、前作みたいに全く使わないっていう選択肢はないんじゃないかな。5人目こちら、ハバーツですね。で俺個人的な、まあ、今のやっぱりこだわりじゃないんですけど、あ、この数値が上がってると強いなって思うのが、やっぱりフィジカルコンタクトとボディバラ。さっき紹介してきたハーランドとかロナウドとかルカクっていうのはフィジカルはあるんだけど、やっぱりボディバラがない。このフィジカルとボディバラがあって、足元あって、スピード瞬発があると、マジで結構溜めれる動きが作れる。ハーランドとかルカクでさ、細かい動きしてちょっと味方の上がりを待ってとか時間を作ってっていうためは作れなくはないんだけど、得意なプレーじゃないから、どちらかというと点で合わせたりとか空中戦なんだけど、ハフェルツは点で合わせることもできるし、そのためも作れる。分かりやすく言えばフリットだよね。フリットみたいな感じの選手が、まあ、この選手スパサバなんで後半から使える。限りなくボールの持ち感とかマジでフリット。攻撃面はもうほんとフリットに近い。そう、ショータイムのハバーツもめちゃくちゃ強いんで、なるほど、あっちでも全然いいかなと思うから、あんまり使ってる人はいないのかな。いや、いない、全くいない、見たことない。まあちょっと持ってる人はね、うん、ぜひ無料でもいいから使ってみるのはおすすめですね、はい。で6人目はこちら、アドリアーノということで、これは気づいてないでしょ。フィジカルコンタクト93のボディバラ90だね。すごいマッチョだね。マッチョ、しかもこの身体能力の項目がめちゃくちゃ高いし、ボールキープこそ78なんだけど、ボールコントロールドリブルとかスピードあるから結構ボール持ちやすい。アドリアーノって多分24とかだと全く見向きもされなかったエピックブースターだと思うんだけど、いや今作イグ189センチの90キロだからマジで張れる。はい、そして7人目はこちら、ロナウジーニョ。まあこの
これはもう本当に今の環境というか顔になってる選手なんで、まあ、有名だね、どっちかというと隠れてはないのかなっていう、まあ、強化されたっていう選手になるんですけど、前作から言えばね、やっぱり前作はそこまでロナウジーニョめっちゃスカッとに入ってたかっていうと、 そんな DB1 でねめっちゃ見る選手じゃなかったよな。今作がこのフィジカルとボディバラ85とか93いって瞬発があってっていう選手だと、クソほどボール持てるしめちゃめちゃさばけるし、で自分自身も前に行ってチャンスメイクすることもできるっていう、今作結構ガチスカから外れない人多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、この選手に限っては隠れてはないんですけど、過去の70でも十分強いんだよね。まあ十分強いです。はい、そして8人目はこちらデニス・ローということで、まあ、デニス・ローに関してもね、多分使ってる方いないんじゃないかなと思うんですけど、あ、まあ、俺は24から評価していましたけど、25番めちゃくちゃ強いよということで、まあ、2025っていうのはやっぱりエアバトル振ると思うんですけど、でさっき見せた選手って結構ハーランドもロナウドもみんなでかい選手がフィジカルあるみたいな選手なんですけど、身長が180未満の選手でフィジカルとかボディバラが共に高い選手誰だってなった時にデニスロー、まあ、ムバッペとかルンメニゲとかと比べるとややパンチっていうところは欠けるんですよね。スピードとかボディバラ向こうの方が高いし、ただやっぱりデニスローはムバッペとかそういうビニシウスとか彼らにはないやっぱこのジャンプヘディング数値の高さ、これがハイパーあるんで、175cm の要は軽いような動きができて空中戦もハイパー強い選手なんです。さっき障害者ファンダイクとかセット時も全然通用する、まあ勝っていけますし、サリバとかだったらまあ負けないかなっていう。デニスはやっぱ両利きだからね、そこもいいところだよね。ドワイトヨークもかなり入れるか迷ったんですけど、ボディパラがヨークは68だったから弱くはないんだけど、やっぱデニスローの方がやっぱ圧倒的に上位互換なのかなって感じはしたんで、今回デニスロー選びました。はい、そして9人目はこちらリバウドということで、リバウド、まあ俺リバウドが今回紹介する11名の中でぶっちぎりで、まあ、強くなったな、強化されたなって感じてる選手で、50試合ぐらい使ったんですけど、やばいね。フィジカルボディバラね、まあ俺さっきも言ってるけどここすごい大事でやっぱり使うんですけど、これクリアしてきて、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ全部90だから、アドリアーノがボールキープが乗らないっていうところがあったんで、ちょっとアドリアーノを使ってるとタッチちょいできえなとかって感じるんだけど、リバウドの場合はボールキープも高いからタッチのデカさも気にならないし、体もあるから張れるし、前線に肘サンシェルド右とか置いた時にターゲットにもなれちゃう、蹴ってるキック力がマジでめっちゃ高いんで、ゴール前に近づいていったらミドルも打てるし、コンカも打てる、パスも出せる。前線の選手もね、スピード瞬発まあ最低80以上あれば全然問題ないなと思ってるんで、なるほど、まあ、欲しい選手には欲しいんだよね。それはもちろん例えばムバッペとかルンメニゲとか、例えばギリさんで組むんだったら点取るような選手、ラインブレーカーの選手っていうのはスピード瞬発欲しいけど、リバウドみたいな結構背負ってストライカーの選手を生かすような役割の選手っていうのは、ぶっちゃけスピード瞬発これぐらいあればはっきり言って全然十分なんで、それよりもフィジカルがやっぱしっかり、フィジカルボディバラがもう今は環境的にはえぐいっす、まあ、めちゃくちゃ強いんで、まあ、この選手も24全く見向きされてなかったんですけど、で25も全く見たことない、持ってたら使ってみるのありだ。はい、そして10人目はこちらフランチェスコ・トッティ、まあ、トッティも隠れてるかな、まあ、一部の人はちょっと知ってるかなって感じはするけど、でもまあ見ないわ。比較対象になるのか分かんないんだけど、フリトみたいな感じで結構比較されることはまああるんですけど、まあ、トッティの方がただより攻撃的みたいな感じかな、やっぱりフリットと比べた時に。やっぱフリットってフィジカルとかもっと体のサイズの部分に力振るんだけど、トッティの方がやっぱ足元とかボディバラとかがやっぱり高いってところがあるから、まあ本当にボールの持ち感的に言えば本当ハバーツとかフリットみたいな感じで背負うこともできるし、あとやっぱり蹴ってる90あってキック力93あるんで、ここがやっぱハバーツとかフリットとは全然違う。グランダパスもハイパー高いし88超えてくるってところがあるから、しっかり味方にアシストすることができるんで、まあ、やっぱフリットとの違いは守備ができない。はい、そしてラストですね、こちらダニエル・ファンビーター、まあこれはもう使ってる方多いんじゃないですか。まあ今無料のねエピックガチャからゲットできる選手なんで、多分使ってる方も多いとは思うんですけど、197cm に96kg ということでね、まあこの選手に関してもやっぱサイズと体重とやっぱりフィジカルコンタクトっていうのがやっぱりめちゃめちゃ特徴的な選手だから、ファンダイク同様にやっぱり24の頃は使われなかったけど、やっぱり25になって今の環境になってかなり使われてるのかな。対人はかなり強いんで、本当ロングカウンターとかのシステム引いた場合は間違いなく第一候補に入ってくるかな。ショートカウンターだとやっぱ裏ケアしないといけないから、ちょっとスピード瞬発が遅すぎるってところがまあ気になったりとかするんだけど、ロング勝手に裏ケアしてくれるんで、こういう本当に単純にでかくて体強くて守備能力高い選手置いとけば、もう本当勝手にあのボール取ったりとかするんで、まあファンダイク同様に25になってからかなり評価爆上がりしたのかなって感じの選手なんで、11名ということで、まあその他にもね、今作からまあかなり強いなと思ったフリットとかキングメッシュとか、まあ、いるんですけど、まあこの辺はね前作もまあ強かったなって記憶があるんで、あくまでも24と比べて今の25になって評価が上がったりとか、あの使用率が上がってるっていう選手を選んできてるんで、まあぜひ一つ参考程度に、ね、していただけたらなというふうに思います。このやり方参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いしてあげて嬉しいです。でしょー、さらっ。